はい、それでは上作満月のインナーチャイルドヒーリングを行っていきます。それでは軽く目を閉じてください。楽な姿勢で座るか寝転んでも構いません。ゆったりできる場所に体を落ち着かせていきましょう。まずは呼吸に意識を向けていきます。今ある息をゆっくりと吐き出していきましょう。吐き出したら鼻から胸いっぱいに新鮮な空気を吸い込んでいきます。少し止めて今度は口からゆっくりと吐き出していきましょう。今はただ呼吸にだけ意識を向けていきましょう。ご自身のペースで構いませんので、深呼吸を続けていきましょう。吸う息とともに、周りの安らぎに満ちた新鮮な空気が胸いっぱいに取り込まれ、吐く息とともに体の中でいらなくなったものが体の外側に出ていく、そんなイメージをしながら深呼吸を行っていきましょう。一呼吸一呼吸するごとに体がリラックスしてきます。ゆっくりと深呼吸を続けていきましょう。それでは深呼吸のことも忘れて普段の呼吸へと戻していきましょう。今から私の言う言葉に耳を傾け、イメージの旅を楽しんでください。今私たちは小高い丘の上に立っています。そよそよと風が吹き、とても心地の良い空間です。そこに腰を下ろすか寝転ぶかしていきましょう。空を見上げると満天の星がキラキラと光り輝いています。そして少しその先には大きな大きなお月様が光り輝いています。今日は一年で最もパワフルな、そして私たちの頭上にキラキラと輝く金星が見えています。今日の満月は上作の満月です。金星と満月の月明かりが
私たちの体を心地よく照らしています。イメージの世界で構いません。今あなたの手のひらに透明なクリスタルの器が用意されています。そのクリスタルの器の中には新鮮なお水が3分の1入っています。このクリスタルの中に入っているお水に金星からの光り輝くシャワーのごとくエネルギーが降りてきます。そしてそのエネルギーは満月の光によって光の粒子として私たちの目にも見えるほど、それはそれは綺麗な光のシャワーとしてクリスタルのボールの中に降り注がれています。あなたはただただ降り注がれてくる光のシャワーを見つめていてください。このクリスタルのボールの中に入っているお水に光のシャワーが、金星からの光のシャワーが降り注がれ、このお水はとても神聖なものに変化してきます。今光のシャワーがクリスタルの中に入っているお水へと転写されました。ではこのお水を一口口に含んでみましょう。とても清らかで神聖なお水が私たちの口を通り、喉元を過ぎ、そして各臓器へと流れていきます。胃を通り、食道を通り、胃を通り、そしてそのお水は私たちのお腹へと流れていきます。そして細胞の一つ一つに浸透してきます。このお水が体の中に入るとき、私たちの体が浄化され、とても神聖なるものへと変化してきます。そしてこの満月が絶え間なく光を届けてくれています。優しくパワフルに輝いている明朔満月の光が私たちの眉間を通り、そして
体の中へと降り注がれています。頭の先から体の中に光が、満月の光が取り込まれていき、手の先、足の先まで光で満たされていきます。そして丹田ではとても心地よく光が吸収され、暖かくなってきます。クリスタルのボールを脇に置いて、両手で丹田を触ってみましょう。あなたの丹田の中に丸い野球ボールほどの小さな球体があります。そこはあなたのインナーチャイルドの住処です。このインナーチャイルドの住処が、先ほどのクリスタルの水、クリスタルのボールの中に入っている水に満たされ、そして満月の光によって丹田が光り輝き、とても心地の良い場所へと変化しています。今丹田が光り輝き、そして私たちの体がポカポカと心地よいエネルギーで満たされています。ただただそれを受け取っていきましょう。金星からの光のシャワーが私たちの体、細胞一つ一つに届き、そして満月の光が体の中に取り込まれていきます。あなたはこれをただただただ無条件に受け取っていきましょう。ゆったりと呼吸をしながら受け取っていきましょう。とても体がポカポカし、心地よい気分になっています。今日はこの状態のままゆっくりと眠って、そして深い足の中に入っていきます。脇に置いているクリスタルの器の中には、満月の神聖なる水が入っています。この水はこれから1ヶ月間かけて、あなたがこの瞑想をするときに一口ずつイメージの中で取り込んでいきましょう。そうするとあなたの体はとても神聖でパワフルなものへと変化してきます。今の心地の良い、そしてエネルギーで満たされた状態をしっかりと覚えておきましょう。明日以降、あなたがこの瞑想を行うとき、いつでもあなたはこの状態になることができます。
そしてこの瞑想を繰り返すごとに、あなたの体は神聖で、そして清らかになり、パワフルにエネルギーに満ちてきます。毎日眠る前にこの瞑想を行ってみてください。あなたが今年一年パワフルで、そしてエネルギーに満ちた一年を過ごすことができます。それでは今日はこのあたりで、満月のインナーチャイルドヒーリングを終わりたいと思います。